11月21日ラリーキング発売。また新しいゲームで挑戦してもらうで。次のゲームはラリーキングや。次の挑戦はこれや。ドリフトブーストを2回発動せよ。トリセツ読め。ドリフトブーストを2回やってみーや、ね、あのあれや、いわゆる一つのなんやねん。わからんかったら説明書読めばやんけ。ほな頑張りや。ラリーキングやって。今まさに買ってきたところやないか。都合ええな。毎度毎度都合のええ話やな。これあれやね、あの当時の有野が買ってきたゲームやからお題を出せる説そんな細かいこと考えてへんと思うでゲームやから都合がええだけや。ゲーム雑誌も買ってきてあるでーっと。おー、85年の2ヶ月後ぐらいか。おーと思ったら揃ってる揃ってる子供の頃ってさ、やっぱお金なくてさ、ファミ通とかファミマ側もさ、前後を買うわけにいかないのよね。300円でもさ、これは一応月だからいいけど、ファミ通とか習慣になったのって最近っていうのもおかしいけどね。まああの月500円ぐらいの本をね、やっぱ10ヶ月買うと5000円だから、ゲーム1本買えちゃうからね。あの欲しいゲームの攻略情報とかゲーム情報がある回だけを買うんだよね。全部はとてもじゃないけど買ってられないからさ。はい、ということで、おトマトじゃん、トマト。トマトは一番初めのギャラガーじゃなくて、スペースなんとかを作った会社。期待の新作ふわふわサブマリン海底戦争、ザイロンの、これドルアーガーか。ラリーキングとは、ね、ドリフトの爽快感が癖になるレースラリーキングだ。タニちゃん本作ではとにかくコーナーリング、ドリフトの気持ちよさを追求してみました。我が木に本場で見た、土煙を上げながら目の前のカーブを曲がっていくラリーカー。ぜひチャンピオンを目指してラリーを爆走してください。ドリフトブースト連続ブーストも、ショートカット、タイムに差がつく、キュッとなったら車体の滑ってる方向の逆を押すのかな。ブーストができる、左右 AAAABBBB 覚えられねえ。これ歯車か。コズミックゲートね、ギャラガですね。トマトが新作ゲームだ、ね、期待する読者は続報を待て。ゲーム雑誌の編集者ってどうしたらなれますか、ね、ゲームを愛しゲームのために命をかけ、読者に届けず選ばれしものなのだと、ね、遊び気分で丸腰で来ると危ないぞ。ね、当時のゲーム雑誌、ゲーム制作者になりたかったら行けばなれました。ファミコンのこの時代はそもそもね、ゲーム雑誌を作る人なんて仕事が当たり前と思われてないんで、行くだけでね、慣れたとか、そんな時代だった。ゲーム作ったことなくても、ゲーム会社に行くだけでゲーム会社の人になれた時代ですね。ファミコンの出始めの時は。いやお、二代目編集者、笹野。コントローラーを握る手が汗でべちょべちょです。手汗ぎしくですね。ラリーキングですけどね、企画が動き出してるんですよ。じゃあ、行きますか。選択。ああ。もう完全にファミコンなんだよね。ファミコンのさ、パッケージの色いろいろあったよね。黄色のイメージはマリオだよね。黒はドラクエ？赤は忍者。まあ結構いろいろ。スペランカーは真ん中にライトみたいなのついてる。トリセツ、ドリフトの仕方わからんぞ。
マーサーアリオ、ね、あとはドリフトのやり方はわかりにくいなこれ、全4コース、ダメージがあるだけマシだよ。ドリフトあったあった。 A ボタンを離した状態でドリフトになる。まあもう大丈夫かな。コンティニューは3回、スコア2万点ごとに1回増えるぞ。直線カーブ、直線という場所がおすすめだ。ブレーキも使うんだぞ。カセットを交換するときは必ず電源を切ってください。ファミコン時代はセーブができるやつは消す前にリセットボタンを押しながら電源を切ってくださいってやつ。スーファミぐらいからはそれしちゃダメになった。アリゾおはい、ということで元ネタはまあ上見下ろしのレースゲームは多いんでね、ちゃんと体力があったりさ、ドリフトどうやったらなんだろう、切っちゃった、ボーナー、はい、すげー今何位じゃなかった、20位分の17位か。でこれをそのまま敵には当たってはいけない、ぶっ飛ばせるかなって思ったんだけど、何ドリフトできた。よし、これか。いけるいける。よし、とりあえずクリア優先しようと思う。レースゲームでスピードに乗るやろ、十字ボタンを押してハンドル切るやろ、思わず体動いてまうねん、ね、これはこれはならないです。力が入ったまま体が動いてまうねん。ゲームってすごいね、車乗ったみたいやで。マリオカート Wii ぐらいでね、あのリモコンでハンドル操作できた。俺が作ったわけじゃないけど聞いてみただけやでーっと。次の挑戦はこれや、コース1を完走するんやでーっと。期待するのではやる気ひんからなーと。まあこれもささっとクリアかな。最近攻略本ってものが流行っとるらしいで、ね、攻略本とか裏技とかなんでもっかいてるらしいでーと。買う、コレクション的な感じでね、クリアしたいもんなーと。頼りすぎるとなゲームおもろくなくなるでー。あなたは攻略本を買うタイプですか。まあ実際はクリアしてからっていうかね、当時のゲームは発売と同時に出る攻略本はパチモンばっかりだったからね。ね、あのドラクエ6の時なんか無道までしか攻略なかったからね。ファミコン時代なんかむしろゲームと同時に攻略本なんか出えへんからな。カセットの端子、ふうふうふぐとえらしいで、ほんまはわかんないけどね。ふうふう、舐めるやつおった。ありがとう。はい、とりあえず。さーっと一周目を回りましょう。スタートダッシュないのかな。さあ行こうか。まあこれもね割と操作性いいよ、この時代のゲームとは思えんぐらい。この時代のゲームじゃねえんだけどこの時代のゲーム風なだけで、この時代のゲームじゃないんだけど、
この間のね、張り高の RPA みたいなひどいゲームやったてか昔のゲームってさ、アイテムってスコアしかなかったよ。回復なんてくれなかったって、そもそも回復がなかったよ。一発当たれば即死だったよ。割とミスしてないんだけど。あ、取り出せ。いけるやるんだ。一人で爆発しとけ。よし、あと3台。ラストいた、俺が1位だ。昔のゲームのよくわからないレースゲームあるある。そう、先頭に立っても邪魔な車が前に。ラリーキングでね、ゴールした後シャンパンかけっこするやろ。あれおかしいな、もったいないで、食べ物粗末にしたらあかんってばあちゃん言うとったわ。ビールかけはこの時代にはなかったな。ビールかけはええねん、あったんか。ええに決まっとるやろ、めっちゃ嬉しいから、ね、ビールの泡と一緒に喜びを爆発させんねん。ゲームばっかやってないでちゃんと勉強をせい。なんておかんに怒られることもあるやろ。挑戦はきっちりクリアしてもらうで。次の挑戦はこれや。コース2を10位以内に。2枚コース1、1位だったけどね。裏技 OK。裏技なんかあったっけ、走ってるだけじゃあかんねー。攻略本来そうやな。ゲーム雑誌の最新号買っといたでーと。なんと、新作が2本も発表されとるやん。なにねえ、今の時代新作2本とか少なすぎるよね。毎月10本ぐらいゲーム出るもんね。ところで、最近学校でも噂になったんやけど、めっちゃうまい名人おるんで、どこがすごいんかわからへんけどなーと。ハゲなんだよね。この時代の名人はハゲてないんですよね。髪型がすごい名人って誰だ、どういう名人だ。名人ってすげえな、憧れるわー。お、だいぶ飛んだね。ね、5ヶ月も攻略することあるかって思うけどね、ラリーキング。お、ガーディアクエスト来るか。編集部が独自にキャッチした極秘スクープ。待望の RPG、ガーディアクエスト。剣と魔法のファンタジーゲームだ。豪華なスタッフが集結しておるぞ。プログラム、安倍さん松本 G 一郎、エビドラゴン、シナリオ、アリスズ茂雄、モンスターデザイン松本 G 一郎、メインクリエイター、あー菅さんか。できてる部分だけでも遊んで面白いですよ。まあ、あのドラクエですね、元ネタは。しかも2ですね。3人パーティー。女の子はいかにも魔法を使いそうだ。無敵コマンド、左を押しながら A マイナスボタン。隠しキャラを見つけるとボーナス。321の2のタイミング、これマリオカードだね。スタープリンス、トマトの新作、スターソルジャーですね。バルバード。面白すぎて勉強に手がつきません。どうすればいいんですか。面白いのはいいことだ。会社が聞いたら喜ぶだろう。君はそのまま進むがよい。一つのことを極めれば勉強と同じくらいためになる。精進があるのみだ。ラリーキング1位。スクープ連発で編集作業も難航を極めました。締め切りもギリギリまで粘った結果、僕よりも詳しい情報がお届けできたと思っております。
2作とも気合入りまくりのゲームなので、続報をご期待ください。今月は読者の方からいただいた似顔絵で登場です。1作をありがとう。さあ、2面から始まるかな？ 1 面からはごめんごめん。無敵技使ってもいいんだけど。コース1。ほな行こうか。ダメ。昔のゲームってさ、何人以内に入らないと次のマップ行けないみたいなのが多かったよ。おドリフトダッシュ無理。マリカーでもあったんだけどね、正面の直線でドリフトをする直ドリっていう、お前おかしいだろ今の動き。意外じろ。昔のゲームはね、そもそも一回当たっただけでダメなゲームが多かったから、それを考えれば、だいぶ楽なんですね。ここ左側でショートカットできるからな。出た！やった！ああ、もう。あそこ行きたかった。やったぜ。まあまあ、2面を10位以内。かったー。得点は3万点だっけ、今度。全4ステージしかないけど。ちょっとテトリスっぽい音楽。時代のゲームってさ、コースが表示されてないことが確かに多かった。お？あ、振り忘れてるって。はい。2。あと1台。ラス1、ラス1。
わー、やばいやばいやばい、やっぱコースが全くわからないのと、ダメだ、仮面だった、無重比。やっぱレースはね難しいから、あの無敵コマンドとっとと教えてくれたんだよ。スタープリンス面白そうやな。コズミックゲートを作ったトマトが作るんやで、期待できそうやで。ガディアクエストも面白そうやな。どっちの方が面白い？ガディアクエスト。とかお前もガディアクエスト気になるか、俺も期待しとるんやで。と記事を読んだらもう期待膨らみっぱなしやで。続報が待ち遠しいな。まさかさっきの挑戦をクリアできるとは思ってなかったでーっと。ラリーカーのようにすごいスピードでクリアしてきたな。次の挑戦はラリーキング最後の挑戦やでー。一番コース隠しキャラの方がいいね。頑張りやーっと。ないない、あらへんでー。何探しとるかって、電源入れる光るランプがいっぱいついたカセットやで。見たんやけど、ランプの光がこれまた守ってあげたくなるような垂れただけな光なんやで、と。ね、俺がクリアしたらあかんと思うねん。うちにもあったかなと思ったな。やだよ。お前持ってねえだろ。ノリ悪いな。いいよ。だいたいそんなカセット持ってへんしな。ないの分かってても探さんとあかんねんよ。時として男にはそういうもんがあんねんで。さあ、それではやってしまいましょうか。得点。オーン。シンプルソフト。1500円で売ってそう。ということでね、今回は左側の隠しを。さあ、行こうか。スタートダッシュ成功せえへんな。が大事なんです。ポイントは全部取っていった。すげー。はい、左側を。これね、1万点。はあ、こいつは美味しい。で、ポイントカーもどんどん増えていくパーティー。いけ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 。もうクリアかな。お？ほら、もうクリア。次のポイントでクリア。ポイントシャワーを見つけろ。ポイントシャワーを。終わり。いやー、楽天楽天。やったな。これでラリーキングの挑戦も完全クリアやで。どんなゲームやらせてもうめえの。まるでゲームファイターレーンやで。知らんのか、ゲームファイターレーンを。ゲームセンター嵐か。いろんなゲームに挑戦しては必殺技で攻略していく、ゲームっ子にとってはバイブルみたいな漫画やないか。ま、あの漫画の必殺技、カッパの川流れ打ち、ね、炎のコマですね。お前も俺と一緒に特訓しようぜ。ラリーキングウコンプリート。ラリーキングが追加されましたぜ。